今回紹介するのは、消えたやるた密約緊急伝、情報士官小野寺真の孤独な戦い、という本です。今の日本が学ぶべきことばかり、以前、小野寺真氏の奥様の小野寺由里子さんのバルト海のほとりにて共同通信社を読み、 オノデラ夫妻のストックホルムでの活躍に関して興味を持っていましたですから本書はまさに待望の一冊でしたドイツが英国ではなくソ連へ向かうことドイツが降伏すれば3ヶ月後に日本に対して参戦することそしてアメリカで原爆が開発されていることを冷静にしかも正確に日本に伝えていたにもかかわらず それれら情報が生かされることはありませんでしたもしもこうした情報が生かされていればと思うと日本国民の一人として本当にいたたまれない気持ちになります小野寺夫妻の悔しさはいかほどであったか中数にいる人たちが自分たちの理想とする作戦に合った情報だけを耳に入れ都合の悪い情報には耳を閉ざし 目を塞いでしまうことがどれだけ国益を損ない国民を危険にさらすものであるかインテリジェンスの重要さそして逆に日本の機密が外国に漏れてしまう危険性も含めていろいろと考えさせられる本でした以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。